母と慕う彼女は親ではない。共に暮らす彼らは兄弟ではない。ここグレースフィールドハウスは親がいない子供たちが住むところ。血のつながりがなくても私たちは家族。ハウスは私の家だった。でもたった一つの事実が現実を覆す。あれは檻だ。城づくめ、首筋のマイナンバー。毎日行われるテスト。近づいてはいけない。庭を囲む柵。外に出てはいけないルール。日常に潜む糸。死ぬぞお前ら二人とも。花から分かってんだ。死なせない。そのために僕は僕を利用するんだ。変えようよ世界。これはそういう脱獄なんだ。約束のネバーランド。